で通算本本の代打本塁打塁を記録。この記録は、2020年のシーズン終了時点で、セリーグの公式戦における、代打本塁打の通算最多記録にあたる。また、広島東洋カープに在籍していた1998年から2004年までは、町田安卓郎という登録名を用いていた。現役引退後は、日本のプロ野球、社会人野球、 学生野球の指導者を歴任。現役時代に在籍していた広島と、阪神タイガースの打撃コーチを経て、2013年から2020年まで、三菱重工広島公式野球部で、ヘッドコーチや監督を務めていた。同部の活動休止に伴って、2021年からは、学校法人科内学園で総合コーチを務める。2歳上の兄、 高幸の影響で野球を始め、同じ名徳義塾高校に進む。二年生の時に肘を故障し、投手から野手に転校した。三年春の選抜大会では一回戦で、三輪の高志らを擁する関東一高と対戦し、敗れている。高校卒業後は、高幸のいる、専修大学に進学し、二年春の、東都大学リーグ戦では、外野手のレギュラーとして、 首位打者を獲得し、リーグ優勝に貢献して、初のベストナインに選ばれた。また、高雪に続くリーグ史上初の兄弟首位打者でもあった。同年は、日米大学野球の代表にも選ばれている。3年春もリーグ戦で、ベストナインを受賞し、同年は、日米大学野球と北京アジア大会の日本代表に選ばれている。4年春は、リーグ戦で、 ベストナイン、同年の日米大学野球では、神宮球場で行われる、第1、2戦のみの代表にそれぞれ選ばれた。翌年のバルセロナオリンピック代表の候補者として、ドラフト対象外となるよう要請があったが、幼少期からの夢だったプロ野球になるべく早く行きたい、として、これを断っている。在学中には、同学年の日山慎次郎と競い合いながら、リーグ戦で、 通算66試合に出場。当時のリーグ2位タイ記録に当たる15本塁打、打率、290、39打点という成績を残した。1991年の NPB ドラフト会議で、広島東洋カープから1位で指名。福岡大英ホークスとの重複指名で、若田部健一の独占交渉権を抽選で逃した、末の単独再指名であったが、 契約金8000万円、年俸840万円という条件で入団した。背番号は5。1992年はキャンプでアキレス腱を痛めて出遅れ、5月には一軍に昇格したが、6月13日の大阪新戦で3本間に挟まれた際に星に右腕をスパイクされて十針を縫い、再び二軍へ戻った。7月17日には、 ジュニアオールスターゲームに出場し、三安打の活躍で優秀選手賞を受賞している。後半戦は7月26日の対太陽戦で、プロ初本塁打を放つと、翌日は2本塁打5打点を記録するなどの活躍を見せ、7月28日の対ヤクルト戦では、初めて4番打者として起用された。その後はマークも厳しくなり8試合で3打点などと、伸び悩み。 8月21日の対ヤクルト戦からは、再び、西田真嗣が4番になっている。同年は6本塁打を打ち、オフの契約公開では160万円増の年俸1000万円となっている。1993年は、体の開きが早くなる癖のため4、5月は、不調だったが、フォームの修正に取り組んで6月17日の、 大巨人戦では5打点を記録している。同年は主に左翼手として77試合に先発出場している。1995年は、同年代の尾形光一や阿財樹とレギュラーの座を争い、9月10日の第中日戦では、初の大打満塁本塁打を打っている。同年は8本塁打、22打点の成績で800万円増の、 年俸2300万円で契約を公開した。1996年は、右肘痛で2軍スタートとなったが、1軍に復帰すると4月21日の対、ヤクルト戦で、満塁本塁打を打っている。江藤里氏が負傷した9月には、プロ初の三塁手の守備にもついた。また同年は、代打成績が、飛躍的に向上し、 8月23日から9月11日にかけては、当時のリーグ新記録となる代打9打席、連続出塁を達成し、リーグ歴代2位のシーズン代打打率、455の成績を残した。また、左投手に対して打率、347、9本塁打の成績を残し、サワンキラーと呼ばれた。1997年は、登録名を、 高次郎から高四郎に改め、レギュラー定着を目指して、キャンプから内野守備に取り組み、二類種や三類種としても39試合に先発出場した。同年は、初の二桁本塁打を記録し、700万円増の年俸4000万円で契約を公開した。ルイス・ロペスの退団した1998年は、 アサイア・ティモニエル・ペレスと一類種のレギュラーの座を争っている。同年は代打としてチーム最多の10打点を記録している。1999年は6月にエトが負傷すると金本智明と共に代わりの4番を任されて活躍した。2000年は尾形の負傷もあって右翼手として57試合に先発出場するなど、 スタメンとしての起用が増えた。8月24日の対巨人戦で走塁の際に右足首を故障したこともあって規定打席には達しなかったものの打率281ともに自己最高となる13本塁打34打点を記録した。2001年は5月10日の対巨人戦で打球を追って フェンスに上がった際に落下し、右肩関節唇損傷を負った。8月18日の広島市民球場で開催された、読売ジャイアンツ戦では、球団新記録となる、通算14本目の代打本塁打を打った。10月11日のタイヤクルト戦で、藤井康夫と並ぶ日本体記録となる、通算4本目の代打満塁本塁打を、前田博次から打っている。 2002年は、開幕から23打席無安打、打ち三振が11と、シーズン序盤は不調に苦しんだ。徳田などの練習を行い、打撃のタイミングを修正したことで復調し、6月7日の、大阪神戦では偵察メンバーとして起用されていた、鶴田康氏の代打として登場し、トレームーアからリーグ通算3人目の初回戦闘打者、代打本塁打を放った。また、 この本塁打が、川又ベイリが持つ、セリーグ記録を更新する、通算17本目の代打本塁打となっている。同年にフリーエージェントの権利を獲得したが、行使せずに残留して、現状維持の年俸4500万円で契約を公開した。2003年には、8月22日の対中日戦で、ファウルボールを打った際に、 右外副社筋の雑礁で2週間の戦線離脱を余儀なくされた。2004年のシーズン終了後に金銭トレードで阪神タイガースへ移籍した。背番号は50で移籍をきに登録名を本名の町田工事へ戻している。阪神では現役生活の後年に代打の神様と称されていた八木博がこの年限りで引退。右の代打要員が 手薄になったことから、大学からドラフト1位で、広島に入団した選手としては初めて、他球団へのトレードに至った。2005年は故障の影響で、出場機会は限られたものの、球団は2年ぶりに、リーグ優勝している。2006年は、開幕を1軍で迎えたが、出番のないまま登録を抹消され、腰痛のために軍での調整が続いた。 しかし7月2日のサーパスとの試合で、大打さよなら本塁打を打って一軍に復帰すると、7月4日の対中日戦で、小笠原隆から阪死移籍後、第一号となる本塁打を打ち、これが NPB 歴代に一体の通算20本目の大打本塁打となっている。シーズン終盤に、片岡敦史と共に戦力外通告を受けた。一時は、 NPB た球団での現役続行も検討したものの持病の首痛が悪化していたこともあって引退を表明した引退会見の際にはコーチとして阪神に残ることを明言した上で好かれるコーチではなく将来一緒にいてよかったと思えるようなコーチを目指すと語っている2007年から2010年まで阪神の2軍で打撃コーチを担当 2010年10月には、阪神のコーチを辞任した上で、広島の一軍打撃コーチとして、周期キャンプからチームに合流した。広島では2012年までコーチを務めたが、一軍のチーム打率が、リーグ5位に終わったことを受けて退任した。広島コーチ時代2011年8月25日2013年1月から、 当時社会人野球に参加していた三菱重工広島公式野球部のヘッドコーチに就任。同年の社会人野球日本選手権大会でチームを39年ぶりの準決勝進出に導いた。2015年から監督に昇格するとチームを4年ぶりに都市対抗野球大会の本戦に進出させたばかりか、本戦でも準決勝まで勝ち残った。 三菱重工広島では2020年まで監督を務めていたが三菱重工業が社内の公式野球部を三菱重工イースト公式野球部と三菱重工ウエスト公式野球部に集約させる方針を打ち出したことに伴って広島の公式野球部は2020年シーズン限りで活動を休止結果として町田は 広島公式野球部で最後の監督になった。同部からは後に一部の選手やコーチがウエスト公式野球部へ合流したものの、町田自身はその道を選ばず、学生野球資格回復研修制度を利用。2021年2月5日付で、日本学生野球協会から資格回復の適正を認められたことによって、 同協会に加盟する大学、高校の野球部も指導できるようになった。この認定を受けて、同年4月1日付で、学校法人課内学園の総合コーチに就任。学園が運営する、日本学生野球協会加盟校で、公式野球部の打撃指導に当たっている。福井高台では、総合コーチ就任から2ヶ月後の、第70回全日本大学野球選手権。 記念大会でチームを北陸勢としては史上初めての決勝進出に導いた。広島時代は左打者の浅井樹ともに代打の切り札として活躍した。特に1996年には二人とも代打での打率が4割を超えている。通算代打成績は397打数、90安打、20本塁打、71打点、打率。 227。1995年までの4年間は、代打成績が打率。167、一本塁打、9打点と、むしろ代打を苦手にしていたが、試合開始から、スタメンのつもりで、相手投手を分析して、配球を読むようになり、さらに右打ちの練習を重ねたことで、苦手の変化球を克服したという。バットを振らなければ何も起こらないという心情から、 代打では特に見逃しを極端に嫌い、積極的に打つ姿勢を見せた。試合前の練習から、相手チームの投手の球筋をイメージしてスイングするなど、代打の一打席で結果を出すために、入念な準備を怠らなかった。一方で、現役生活の最後まで代打ではなくレギュラーを目指しており、得意ではない走塁や守備にも、課題を持って練習に取り組んでいた。 現役時代は一貫して外野手登録ではあったが、同時期の広島の外野人は、前田智則、小形光一、金本智明らが定着していったこともあり、バッテリーという劇種を除く全ポジションで先発出場したことがある。金本智明とは、広島の同期で、入団当時から仲が良く、阪神でもチームメイトになっていた。町田が、阪神移籍後、 第一号本塁打を打った際には、金本が、ベンチの誰よりも喜びをあらわにした。広島へ入団してからは、球団に代々伝わる指導方針に沿って、下半身での踏ん張りを生かした打撃フォームを猛練習で、身につけた。その経験から、現役を引退してからの打撃指導では、スイングの際に、軸足の裏で地面をしっかりと踏ん張れるようにすることを、 最も重視しているという。広島時代の1999年6月30日の、対横浜ベイスターズ戦の5回に、東で明ら広の代打として出場し、河村武雄の初球を、左翼、ポール際へ、本塁打製の打球を打つ。ボールはポールを巻いたように見えたが、三塁累進の真鍋、勝美はファウルという判定。広島首脳陣は、 約10分間も抗議したが認められなかった。町田は結局空振り三振し、そういう星の下に生まれたのかな。あれがあれば21本塁打だったんだよねと、回想していた。また、阪神移籍後の2005年5月3日の対、広島戦では一点ビハインドの9回に、走者1塁の場面で、大打出場。ジョンベールから左翼 ポール際への逆転さよなら本類だかという大飛球を放つも、塁審の上本光一の判定はファウル。この時も結果は三振だった。ありがとうございます。